私の名前はなるみ。戸建てに住む一児の母です。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質で、そのせいか思ったことはすぐに言うサバサバとした性格になりました。私の友達にレミさんって人がいるんだ。その子は私よりも年下で、でもしっかりしてるお姉さんなの。しっかりした性格になったのは、年の離れた妹さんがいるからかな。レミさんが28歳で、妹さんは20歳。だから面倒見が良くて、すごくしっかりしてるんだよ。給料を全額親に送るって普通なんですか？え？給料を全額親に振り込めって言われたんですけど、これって普通なんですかね？嫌だって思う私は心が狭いんですかね？何がどうなったら給料全額振り込めなんてなるの？心が狭いとかじゃなくて普通に意味がわからないけど。やっぱりそうですよね。ほら、私8歳離れた妹がいるじゃないですか。今年20歳になって成人したんですけど。うんうん。小さい頃は体が弱くて入退院を繰り返したりしてて。でも結構良くなってたはずだよね。はい。でもまた体調を崩したからお金を送ってほしいって母親から言われたんです。お給料の全額を振り込んでほしい、それを半年間お願いって。半年間？そんなのレミさんがどうやって生活するのよ。母親にそう言ったんですけど、あんたは貯金があるでしょって。ずっと仕事してたんだからそれなりに貯蓄があるはずだ、だからそれでどうにかしなさいって言われて、妹のためにお金を渡すべきか考えていたんですけど。ちょっとさすがにそれはやりすぎだと思うよ。とか言ってたらレミさんのお母さんから LINE が届いた。え？うちの母親からですか？ちょっと話してくるね。その後どんな話をしたか報告するから。よろしくお願いします。つねことなるみの LINE。ちょっと聞いてちょうだいなるみさん。うちの娘が冷たいこと言うのよ。妹の命が危ないっていうのにお金を振り込まないっていうの、どう思う？なるみさんは仲が良かったでしょ？あの子を説得してちょうだい。今ちょうどその話を聞いていたところでした。お給料の全部を振り込む、しかも半年ってあまりにもひどくないですか？何がひどいの？そんな大金を半年間も払い続けていたら生活が回りません。そんなこと言ったって、社会人になってからずっと働いてるんだから、貯金があるから問題ないでしょ？そういう問題じゃないと思うんですけど。それに妹さんはそんなに体調が悪いんですか？入院とか手術とかそういうことですか？まあそんなところね。結構大金がいるみたいだから手伝ってもらおうと思ったのよ。それなのに給料全額は振り込むことができないとか言い出して。さすがにそれは厳しいと思いますよ。生命保険には入ってるんですよね。なんで失礼なことを言うの？え？生命保険に入ってるから最悪命がなくなったとしても問題ないって言いたいの？よくもそんな冷たいことが言えたわね。落ち着いてください。私はそんなこと言っていません。保険に加入しているのであれば、入院費用だったり、手術費用が返ってくることがあるじゃないですか。もちろん保険の内容にもよりますけど。それを使ったとしても、マイナスになるから頼んでるんじゃない。何がそんなにダメなの？つねこさんと旦那さんは働いていませんでしたっけ？私は働いてない。アルバイトでせいぜいお小遣い稼ぎをする程度。旦那も働いてるけど、別に高給取りってわけでもないしね。可愛い妹のためにお金を貸してほしいって言ってるのに何がダメなのかしら。金額が高すぎるっていうのと、妹さんが大切なのはわかるんですけど、レミさんのことも考えてあげてください。考えてあげてるわよ。それなのに恩をあだで返すようなことをするなんて。専門学校に行かせてあげたのに、親の努力なんか子は知らないのね。専門学校のお金は奨学金を借りてレミさんが返済しましたよね。それも結構早めに計画的に返済してたイメージですけど。だから何？専門学校に行かせてあげたっていう言葉がちょっと引っかかって。そうよ、私が行かせてあげたの。それなのに妹のためにお金を出すこともできないなんて、本当にだらしない姉ね。なんでいつもそうやってレミさんをバカにするような発言をするんですか？え？妹さんが心配なのはわかります。体調が悪くて病弱だといろいろ気がかりもあると思います。でもそれでレミさんをないがしろにするのは違うんじゃないですか？私は二人を平等に愛してきたの。他人が口を出さないでちょうだい。とにかくどうにかしてお金を出してもらわないと。なるみさんからも説得するようによろしくね。1ヶ月後、つねことレミのLINE。ちょっとお母さん、あのお金は妹のために使うものじゃなかったの？何よ、朝からうるさいわね。体調が悪いから入院する費用だって言ってたじゃない。
それなのに全額自分に使ったってどういうこと？なんでもうバレてるのよ。妹に連絡したの。体調の方は大丈夫か、お見舞いに行こうかって。そしたら体調も悪くないし、今は入院もしてないよって。なんで連絡しちゃうのよ。私が連絡してるんだから、わざわざ本人に連絡する必要なんかないのに。そんなことより何に使ったの？そんなことあんたには関係ないでしょ。実は前の入院の時のお金を分割で払っていたの。だからそれの支払いに当てたのよ。お父さんに連絡したけど、その支払いは全部お父さんがしてるみたいじゃん。え？病院の分割の支払いはお父さんがいつもしてるって言ってた。しかもここ最近は入院も特にないし、体調もいいから大きな出費はなかったって。一体どういうことなの？なんだ、もういろいろとバレちゃったのね。そうよ、最近は体調も良くなって入院なんかしてない。あなたからもらったお金は私のお小遣いとして消えました。私は妹のためを思ってお金を送ってたんだよ。お母さんが遊ぶためのお金じゃない。ちょっとお金を使ったくらいでそんな怒らないでちょうだい。今まであなたのことを立派に育てたのは誰？少しくらい親孝行してちょうだい。これぐらいで文句を言うような娘に育ったなんて、お母さんは悲しいです。正直に何に使うかを教えてくれたら私だって怒らなかったよ。それなのに妹の体調が悪いとか言うのはずるい。うるさいわね。あんたは私が産んであげたのよ。それなのにそんな文句を言うなんてどの口が言うのかしら。私がいなければあんたは生まれてないの。もっと私に感謝しなさい。そんなことを思ってたの、お母さん。あんたなんかもう知らないわ。え？これからも私が言う通りお金を振り込まなかったら実家には帰らせません。なんてこと言うの。それが嫌だったら私が言う通りにお金を振り込んでちょうだい。もちろんお父さんには秘密でね。この約束が守れないのであれば私はあなたとの縁を切ります。それじゃあまた連絡するわね。そんな。なるみとレミのライン。率直に言わせてもらっていいかな、もう縁を切った方がいいと思うよ。やっぱりそうですよね。こんなのあんまりです。何にお金を使ったかは知らないけど、こんなの。ちょっとそこら辺詳しく調べてみる。え？何にお金を使っていたのか多分すぐにわかると思うから、その使い道次第では縁を切るのも視野に入れた方がいい。そうですよね。ちょっとだけ調べる時間をもらってもいいかな。多分調べは大体ついてると思うし。え？時間は全然大丈夫ですけど。また何か分かったら連絡するね。一日後、レミとツネコのライン。申し訳ないんだけど、またお金を振り込んでもらえる？今日中にお願いしたくて、金額は20万ね。可愛い妹のためなんだから、お金振り込んでちょうだい。ママ活のためのお金なら、もう出せないよ。え？そんなことにお金を使うなんて許せない。しかも、妹の名前を出して脅すような真似までして、体調が悪いならと思って貯金を切り崩していたのに。何言ってるの？ママ活？そんなの私がするわけないじゃない。なるみさん、お願いします。じゃあここに写っている男性たちは誰ですか？なるみさん。それから誰にいくら払ったか事細かに言った方がいいですか？最近のお気に入りはとしやくんですか？結構な金額使ってるみたいですね。ちょっと待って、何この写真。今すぐこの写真を消しなさい。別にここで写真を消すのは構わないけど、お父さんに渡した写真を消すことはできないよ。お父さんに見せたの？レミさんが今までお金を振り込んでいることをお父さんに伝えたんだよね。はい、お父さんは何も知らなかったみたいで、何にそんなにお金を使ってるのかって首をかしげてた。だから私がお父さんに説明してあげたの。お母さんはこんなことにお金を使ってるよって。待って、けどほら、これは軽く食事をする程度。実は私、息子が欲しいと思ってたのよ。だからその一環として。あなたは息子さんとホテルに行くんですか？え？息子さんだと思って接していた割には、夜のきらびやかな街へ消えていってますけど、しかもそれでまたお金を払ってますよね。それはその、ちょっとした休憩みたいな。これ以上しらばっくれるのであれば、他の証拠も提出することができます。言い逃れができないような、そんな証拠も。結婚よ、もういらない。そういうことだから、お父さんと離婚になったとしたら私たちはお母さんとは関わらない。あと私、海外に行くことになったから。海外？ずっと妹の病気のことが心配で日本を離れたくなかったの。
でも体調も落ち着いてるみたいだし、素敵な恋人も見つけたみたいだから。これからは自分のために仕事を頑張るんだもんね。はい、海外で仕事頑張ってきます。海外？なんで？それに素敵な恋人っていうのは。妹さん、恋人と同棲始めるんだよね。そうなんです。私もあったんですけど、素敵な男性でした。医者の卵らしいので、妹の具合に何かあったらすぐに対応もしてくれると思います。そっか、それなら一安心だね。そんな勝手なこと許さないわよ。海外に行くのもダメ、同棲するのもダメ。これは私たちの人生であって、お母さんの人生ではない。私は海外に行くし、妹は恋人と同棲する。いつまでもお母さんの欲のための駒じゃない。な海外気をつけて行ってきてね。はい、精一杯仕事頑張ってきます。ちょっとちょっと待ちなさいよ。ちょっとゆりとひまわりとつねこのライン。海外いいですね。自分のやりたいことをのびのびできるのが一番です。今度みんなで海外旅行行こうよ。どこに行きたい？アメリカ？フランス？イタリア？韓国？でもなるみさんとゆりが一緒だったら、私はどこでも楽しみだな。海外に行くなんてダメよ。レミが海外に行ってしまったら、私はどうやってお金を工面すればいいの？振り込んでもらえない時は家に直談判に行っていたのに。そんな迷惑行為はやめてくださいね。なるみさんはとても心が優しい女性なんです。あなたがそんなことをすれば、なるみさんは心を痛めます。これは私たち親子の話よ。なるみさんもその友達のあなたたちも関係ないでしょ。でもなるみさんはお友達さんが困っている時、黙って見過ごすことはできません。なるみさんはそれだけ優しい人なんです。それをおせっかいって言うのよ。人の家庭に首を突っ込んでぐちゃぐちゃにして楽しいの？相当性格が悪い人みたいね。なるみさんのことを侮辱するんですか？ゴミクズの分際で。まあ、なんて口が悪いのかしら。やっぱりルイは友を呼ぶっていうのね。これ以上あなたの思い通りにはさせません。あなたの家族はあなたの操り人形ではないんです。そんなことわかってるわよ。そんなこと言いながら、妹さんが病気だって嘘をついてお金をせびったり、旦那さんを裏切って若い男性と遊んだりしてるじゃないですか。そんなことしてないわ。証拠ならしっかりと揃っているんですよ。そもそもその証拠がおかしいって言ってるの。どうせ偽装したに決まってる。ゆりはなるみさんに関わった人のことは24時間365日監視しています。は？なので証拠はちゃんとリアルタイムの映像とかですよ。偽装なんてズルはユリはしません。そんなの人間ができる技じゃない。なるみさんに関わった人間がどれだけいると思ってるの？それを24時間365日監視ですって。私が機械に疎いからってそんな嘘が通じるわけないでしょ。嘘ではありません、本当ですよ。とにかくあなたは旦那様と離婚になることでしょう。あれだけ不倫をしているんですから、慰謝料の請求もされますよ。レミに頼んだらきっと出してくれるはず。なんだかんだ優しい子だからね。あなたとは縁を切ると言って連絡先削除してますよ。嘘でしょ。あの子がそんなことできるはずないわ。心優しいレミさんをそこまで追い詰めたってことですよ。絶対に大丈夫。あの子なら私の味方をしてくれる。それに妹さんもお医者さんの見習い、医者の卵と同棲だなんていいですね。一番楽しいウキウキワクワクの時期です。そんな勝手は許しません。二十歳でもういい大人なんです。あなたの言うことを聞く必要はありません。確かに同棲の最初の方ドキドキして楽しいですよね。でも私は今も旦那にドキドキしちゃってるけどね。あなたが家にいたらどんな悪さをしているか、ある意味ドキドキして帰ることになりそうですね。そんなことないよ。いつもちゃんといい子にしてるもん。本当ですか？うん。ダメだったらダメ。海外には行かせないし、同棲もさせません。あなたは邪魔ですから消えてください。消え、は？クリスマスに向けて私が作った紙芝居、いいえ、操り人形の劇とでも言えばいいのでしょうか。これを見てください。何何？あるところに一人の母親がいました。その女性はとても厳しく娘に当たります。女の子は寒い中頑張っていろんなものを売り家に帰りました。ところが家に帰ってくるとお金だけ取り上げられ、少女はまた家の外へ放り出されます。かわいそう。
女の子は必死に売るものを見つけようとしますが何もありません。そんな時ある男性が通りがかり少女を助けてくれたのです。その男性は一国の王子でとてもお金持ちでした。二人は愛し合い一緒に住み始めた時母親が現れ私も一緒に住まわせてそう言い始めました。何よこの茶番終わり終わり。王子は怒って少女の母親を追い出し母親を寒空の中へと放り出します。母親は何度も城の中に入れてくれと頼みますが扉が開くことはありません。母親は一人寂しく家の中に帰りました。その後病気を患い体がボロボロになりながら最後の瞬間を。ちょっと待ちなさいよ。何なのこのふざけた話は。女の子はどうなったの。女の子つまり母親の娘は王子様と結ばれお妃になりましたとさ。めでたしめでたし。私のことを言ってるの。私が惨めに一人ぼっちになって病気になるって。違いますよ。あなたは操り人形のこの人形役をしてほしいんです。もちろん配役は母親役。あなたの体の関節に針を通しそれを上から吊り下げ糸を通します。上から動かされる通りにしっかりと動いてくださいね。無駄に反発すると関節が変な方向に曲がってしまいますから。すごいですね。主演ですよ主演。あれこれって主演って言うのかな。けど配役は3人だしセリフも多いしすごくいい役じゃないですか。今の話聞いてて本気でそう思ってんの。どうせやるなら主役級をやりたいですよね。いやよ何言ってんのよ。さっきの話でいけば私は寒い中放り出されて病気になってしかも関節に針を通して操るですって。そんなことができるわけ。なるみさんに迷惑をかけたゴミクズはそれぐらいしないとダメです。ちなみに観客もいますよ。その視聴料をレミさんと旦那さんへの慰謝料に当てましょう。なちょっと急用思い出したわ。逃げられると思わないでくださいね。なるみさんに迷惑をかけたんですから。ごめんなさい。私もその人形劇見てみたい。そうですね。ちゃんとした人形で作った方を見せてあげましょう。わーい。その後つねこさんは旦那さんと離婚。もちろん不倫をしていたことがバレたから慰謝料の請求までしっかりとされた。レミさんは海外に仕事に行き今もたまに帰ってきてる。帰ってきた時は私と遊んでくれるし妹さんのところにも顔を出しているみたい。妹さんも彼氏さんとは順調で同棲生活が楽しいって言ってた。ちょっとした喧嘩もするみたいだけどそれも醍醐味みたいなものだよね。つねこさんはユリに連れて行かれそのまま劇に参加。毎日毎日同じ劇をしているけどなかなかうまくいかないみたいで少し動くだけでも悲鳴を上げるくらい痛いらしい。普通に考えてそうだよね。関節を操られるんだもん。うまく動けるようになれば少しでも痛みはなくなるかもしれないけど激痛の中で寒くなったり病気になったりするのは避けられない。命の炎が尽きるその最後まで彼女は舞台に上がり続けるんだろうな。ねえ気になるよゆりの秘密。秘密？ちょっと前の話で言ってたじゃん。何か秘密があるんでしょ。どうしても知りたいんですか。知りたい。そうですね。もしどうしても早く知りたいというのであればメンバーシップで見れます。メンバーシップって何ができるの。特別な動画を見れるんですよ。私の秘密はもう少し待っていただければ見れるかもしれませんが。やだ早く見たい。どうしても早く見たいのであれば先ほど言ったメンバーシップで見れますので他にも可愛い新キャラのモネちゃんも見れますし。何それ。私というものがありながらこの浮気者。しゃあふん、なんか見る気なくなっちゃった。私たちの秘密の話も聞けますよ。え、私たちがどうやってできたのか裏話のような話です。つまり私たちの出生秘話のようなものですね。何それ。実はあなたはメインキャラじゃなかったとかなんとか。え、何それ気になる。じゃあ私も見る。もし気になる方がいたらぜひメンバーシップの方も覗いてみてください。ユリの秘密を暴くぞ。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。
それでは次回の動画でまたお会いしましょう。